はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、あきのりです。さあ、つわもの洞窟、攻略していきますと、結構ね、大変な目にあって、3回目ぐらいです、今、実はね。まあ理由がいっぱいありまして、まあ死に倒してるぞ現状です。死に倒しています。さあ、さあ、この音、マジか、俺たち分かり合えるはずだ。こちら分かり合えるはずだ。出せないよね。よし、ほい、ディーノスクス、お前しかもういないんや。いや悪いな、最強なんだよ。よいしょ、よいしょ。まさかでかいワニ来ると思わなかっただろう。まあ、細道は 100% 行けないよね。あ、ここ行けるんだ。意外に行ける意外に行けちゃう感じ。はい、前回死亡のところがありますね。まあ、捨て身覚悟で行ってたから、別に。ね、そんな重要なアイテムはないです。え、リニューラが死んでんけど、なんで。はなんであいつ死んだ。あいつなんで死んだ。壁にめり込んでたから死んだパターン。マジかよ。レベルほぼ上限近かったんけどな。死んじゃったらしゃあないわな。かわいそうだ、登れないわ。よし、まあのんびり行こうぜ。こいつ最強だからさ。敵対される、敵対されますか。敵対されへん。敵対されない、敵対されないっすか。へえへえへえ、通票。よいしょ。はい、カップ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 。DPS 高いな。なんだ。おー、プロロビアチューンじゃないか。お前だけは絶対に許さんぞ。はい。あの岩へ行ってらっしゃい。敵対されへんねんけど。あれあれ、マジマジ、あ、やべえ、よいしょ、すげえ。敵対されなかったらさ、いいじゃんね。敵対されなかったらもう俺はこれにて失礼いたす。ここ通れるかなんだよな。頑張って通ってくれ、俺は信じてるぜ。意外に細身あ、どうもこんにちは。あ、どうもこんにちは。あれ、敵対されねえ。てこいつやべえな、この図体の割にバチクソいけるぞ。あ、どうもこんにちは。一応怖いからさ、プルロビアはちょっと回避していくよ。あ、この上にね、あ、一回見に行くか。この上の、左側に、本当はここ今ないんですけども、赤クレートあります。そう、やばい、ここ、当たり前。あ、プルロビアだ。やだやだやだ。敵対されへんと思うけどさ、怖いからさ。はい、こんな感じで行くとね、見といてくださいね。はい、ダメージ入ります。そして出てきますはい、こんな感じで出てきます。で、昏睡攻撃も漏れなくなくなります。便利よね。便利でいいです。
いや、最初からこいつで行きゃよかったやん。バカ。もう本当に。はあ。怖いな。怖い。怖いんだよな。スイッ。ギガバイトスタンバイしとこう。やべ、2000入んねんで。攻撃結構、ほぼ全振りしてるってのがあるけど。詰まっていますが。詰まっております。ギガバイトのお仕置きタイムでーす。パカーン。いくよー。最強。なんか継続ダメージついてる。出血ダメージみたいなやつ。お前、いや、こいつまさかプロビアタック食らわない感じだとしたらやべえぞ。だとしたら継続ダメージ食らわん、あれ昏睡後に食らわんってことはまず最強じゃね。痛くね、ダメージ、ダメージ痛くね、ダメージ痛いよね。よいしょ、逃げた、逃げた、逃げちゃったか。あ、もちろん逃がすことはないけどね。よし、1万ダメージ。バカ。あれプロロビアか。三宅がね、つきにくいっちゅうのがねありますからね。一匹しか当たってない、一匹しか当たってないね。やっぱ余分に持ってきてよかったね。どう？ん？あれプルロビアやな。あ、2個投げたことある。プルロビアに対しての怒りが強すぎて2回投げても。お前を助けてくれる仲間はもうおらんで。よくうちの仲間を食ってくれたな、お前らの仲間。やっちゃうぞ。怖え、怖え、怖え。ちょっとスタミナとか体力を回復したい、体力回復したい。ちょっとね、うちの子たちが血まみれやからね、うちの子は。敵対されないな。うん、あ、ドキドキする。やめてね。ダイブしてこないでね。わーい。おお。いや、もう最初からこいつで来ればよかったやん。もう、最悪。もう俺らさ、頑張ってさ、パイロメンさ、テーブしてさ。たのにさ、全部さ、シクシク、どうして取れない、取れないわ。狼だけ、いや、これ全員やらなあかんわ。全員結局は、戦わないといけないっぽいわ。あそこ千枚通路やっぱ引っかっちゃうね、あれは。しゃあないわ。よし、そうと決まれば、はい、はい、ギガバイト。まず、はい、よいしょ、飛んでくるやろ。あ、最悪や、やられた。あ、俺上で戦ってる。
なんと録画できてなかった。死んだ時にね、一旦録画消して、まあ、荷物回収できたらやろうかなと思ったらさ、録画できてなくてさ、まあ、よかったよ。ここで気づけたことはよかったよー。ちゃー、よし、さあここですよ。皆さんとうとう来ました。ゴリラさん、おはようございます。さあ、つわものの手書くと、正直ね、こんな苦戦すると思わなかった。アークンワイルはね、正直めちゃくちゃ簡単だったね。その理由がね、あれです、何やったっけ、サソリくんがね、マジで強かったんですよ。サソリくんがね、それでね、よかった。さあ、これでフォトモードいいんじゃない。いいじゃん。はい、スクショタイム。よし、ポーズ取ってくれるよ。限界、僕限界です。これでもいいよね、スクショタイム。はい、スタミナ減ってんのかな、これって減ってないよな。はい、よし。では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 、念願のつばもののアーティファクトちゃん、ゲットです。はい、つばもののアーティファクト。このような力は生存競争で肉体そのものの力が問われるようになった時に重要になるだろう。はい、ありがとうです。あ、帰ろうか。帰るまでが洞窟攻略ですからね。どうせ帰るは全部カットされてるであろう。いや、長かったな。まして犠牲がでかすぎる。パイロ3対2。なぜかようわからんけど死んだリニオグナだ。多分壁にめり込んでから死んだ。なんでやねん。はい、というわけで今回はつばもの洞窟攻略してみました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。結構死んだね。